ひよこ RPG 始めましょうか。なるほどねあのいきなり魔王城がもうポツンって真ん中にあるし、ひよこってこれピヨッおい、いきなりバトル、まあでもひよこだからな。待てよ待てよ待てよ、嫌な予感したんだよな。今ダメージがゼロを見た瞬間にさ、ダメージ当たった面白い、決めた、全クリするわこれこのゲーム全クリするわ俺、ピヨあーそういうことね、なるほどね、あー分かった分かった、やりたいこと分かったよ。あんたのやりたいことよーく分かったよ、サッシュさん。あのこの手のゲームはまずセーブしますあの基本的に死にます。でこの犬も多分ヒヨコなんだよ。ヒントいるちょっとヒントはいきなりヒントはやめよう。まずは自分の力だけでやってみよう。でひよこはもう触れたら死ぬから、いきなりひよこが来たんだってね。いや知らねえよ俺、だっていねえと思ったのさ、いきなり急に現れたんだもんねえ。もうこれさ、戦闘になったらイコールもうゲームオーバーだから、もう飛ばしていい、もう戦闘すんのめんどくせえからさ、いちいちだって勝てないじゃん絶対。で右からはいけなかったってことは、左からはいけると見せかけて、どっちも多分いけないと思うんだけど、一応な、うん分かってたうん分かってたよ、うん。いちいち戦闘すんのも面倒くせえんだぞ。てかじゃあここしかもう残されてないよね。でもどう見てもひよこだよねと見せかけて、実はこいつひよこではない、そういう裏の裏を書いた裏と思ったら表全然表、位置残すなよおい、さっさとやれよ、もう人思いにやれよ。やるんだったらよ、あいつ今なんかもてあそんでなかったかな、命で遊んでいなかった、ワープひよこ、ワープひよこ、ははひよこの中にも俺のことを助けてくれるひよこもいるんだ。でこっから俺はロシアンルーレットが始まりますこっから7分の1で俺は助かるし、7分の6で俺は死にます。ここピヨ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 全部じゃねえかよ、何がロシアンルーレットや、7分の1じゃねえじゃねえ、これ7分の7じゃねえかよ。じゃあどうすんだよじゃあどうしろって言うんだよ俺に。あえてここで上から話しかければ、なんかピクンピクンしてる、でもそれだけだ。ちょっと待って、なんか点滅するんだけど、それだけ。でもワープさせられたってことは必ず意味があるんですよ、ここに飛ばされた理由があるわけ。この辺確かやったよね。あーもう分かった、じゃあもう10万しらみつぶしにやるよ。はい、まず無理まず一番左はもう殺されます。でめげずに左から3番目もちろん殺されます。あの裏を書いて真ん中は通るみたいな、真ん中通らないと思うじゃないですか、全然通らないんです。でこの辺でだれてきて、もう検証するのやめようって思うやつらの裏を書かないでまっすぐ殺しに来る。でもここまで来たらもう一番右なんじゃねと思わせといて、ここなんだよな。まあ、普通人間ってこういうの左から潰していくんですよ、だからそこの心理をついて逆に一番右が全部ダメじゃねえかこれは。いやマジで分からん、はじゃあなんでここにワープした俺、ワープさせた意味なくないここに。でこれ全部ダメなんだったらさ、これもダメ、は閉じ込められたんだけど、やべこれ積んでね飛ばされたはいいけど俺積んでねえか。ちなみにこのさ、この木とかなんか絶対意味あるよな、ここに何とかしていく方法はないか。何七ひよこの紋章、ありがとうピヨー、優しいひよこもいるんだね、ありがとう。俺なんかもう金輪際ひよこを目にしたら素敵な紋章、これで倒せるようになったんじゃねえの。これを装備できるわけではないんだ、もう持ってれば持ってるだけで多分効果があるんだ。でこれでワープして、いや俺ひよこのことさ誤解してたよ、俺もこのままじゃさひよこまんじゅう二度と食えねえんじゃねえかなって思ってたけど、これからも俺ひよこまんじゅう食っていけるかもしれない、誤解していたかもしれない。あー来たー、待ってセーブして、危ないセーブして、あっぶね。でこれは何もない、こっからが未知の領域なんだけど、行く前にまずは全部しっかり調べてからな。何もないか、行ってみる。うーわー、なになになに、ちょっとやめてくださいよ。
あ、しかもダメージ、ダメージ食らうんだ。やば、ちょっと死ぬ。え、え、ちょっと死ぬ、え、死んじゃう。あ、え、あ、あ、逃げれた逃げれた逃げれた。ねえ、もうひよこってレベルじゃないってこいつは。ねえ、だいぶ成長してるってこいつ。鶏を超えてもうなんかドラゴンみたいになってるって。これさ、逃げれるんだよね。ああ、逃げれるんだ。だったらこの辺でセーブしようか。これ逃げれなかったら終わり。え、ひよこだまた。え、ピピーよ、門番ひよこ。いや、殺されるだけだろこれ。いや、もう無理だろ。いや、ファイヤーさん本当に勝てるのこれ。地上最強の生物なんだな、ひよこって。あ、皆さん、ここの周りまだ調べてないところがあったようだな。この周りはまだちゃんと調べてねえよな。こういうところとかな。あー、ちょっとちょっとお前にはもう逆らわないって決めたから、もう無理だから。ひよこはこの世界で地上最強の生物って俺は認めるから。で、ここな、こういうとこな、こういうところにピヨもうね、分かってきてるっす。手に取るようにこの作者の魂胆が本当、本来だったらまっすぐ戦おうとしていくじゃん。その裏を書いてこの看板も読むじゃん。普通は裏から読んじゃうから、ピヨー関係ねえ、方向とか関係ねえ、読むという行動自体が裏をついて読まないっていう選択肢だから、この行動心理学というか、そのなんていうの、心理学をちょっと専攻しないといけないかもしれないな、この RPG をクリアするには。まあでもここはだって、え、話しかけるしかなくない。あ、カード見せないと通れない。え、こんなとこまで戻されるの。あ、あ、あ、ここの上向きか。いいよ。え、え、ダメなの。え、勝てるみたいな。おし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 、やっぱそうと思ったんだよな。実は勝てる。そして光の速さで威嚇。ここの上だったんだ。なるほどね。で、エメラルドカードを手に入れた。そういうことは、これでピヨ、カードを見せないと通れない。エメラルドカードをひよこに見せた。ピヨヨ、よし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 、いいぞさあ、あとちょっとだ。でも毒の沼地って俺通れなくね。大丈夫、 HP1 しかない。あなたは2分の1の確率でここを通れます。さあ、どうなるどうなるどうなる。ハエさんね、クソ野郎がなんだあのジジイは。おい、今まではひよこだから許されたところあるけど、ジジイは俺許さねえぞ。どうせお前2分の1とか、あ、おめでとうなんだ。は、ガチのギャンブルやらせんのあとこのひよこ意味ねえの、もしかして。え、もしかして、あっと、あー、びっくりした。1マスごとにやってくるのかと思った。あとガチかよ、2分の1ふざけんなよ。こいつは結局なんだと、殺されるだけ、特別なキャラだと思った。まあ嫌いじゃないよ、あの、そうやって人のこと、あの、プレイヤーのことを舐め腐ってくるその態度嫌いじゃないよあの、クソゲー RPG 作者によくある特徴なんだよなプレイヤーのことも舐め腐ってるからさ、いかにプレイヤーをバカにするかを考えて作られてるからなで、このひよこ、ま、意味なさそうに見えて全く意味が、え、あ、セーブさせてくれる、はいな、ね、俺さっき言ったでしょ、俺さっき説明したでしょ、な、こういうことばっかでこういうことばっか考えてさ、ゲーム作ってんだからこいつらはよ、な、言った通りだろ、うん、プレイヤーのことをさ、プレイヤーの神経逆らですることばっか考えてんだから、これせ、こいつさ、ここでセーブしたセーブさ、ロードしたらもう一生地獄じゃねえかよ危ねえ、手前でセーブしちゃってよかった。絶対なんかあると思ったんだよな。どうせさ、こういうところもなんかあるんだよ、あの、正面から戦ったって絶対勝てねえの分かってんだからよ、俺はよ。一回、まあ、まずはやっとく。ピーヨ、ピーピーヨ、ピーヨ。まあ先に言っておくと絶対に勝てないんですけど、まず一回な、試しにやっておこうか。早く殺せ早く殺せ分かってんだよ、負けんのは。なので、もうおい、マジで悪魔みたいなことするね、作者さんね、あんたね、ああ、ふざけんなよ、もうこれセーブさ、
これ一箇所、これもうこのセーブデータ使えなくなっちゃうじゃねえかよ。おい、セーブ箇所一箇所潰すな。で、こういうとこなんだろ、またどうせよ。てかずっとさ、結局さ、手品のさ、種は変わってねえんだよ。毎回こういうところになんか隠されてるだけじゃねえか、さっきからずっと。これ見よがしにこんな奥になんかさ、あー、はい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 、安銃をもらった。でも世界観をさ壊すのやめてくんない？クソつえ。そらそうだろうな。あの剣と魔法とファンタジーの世界なのね。あのでこのクソみたいなセーブデータ消して上書きして、あの銃も押し出しちゃダメよ。ね、あの中世の世界観、中世の世界観にあの銃も押し出しちゃダメなわけ。パーン。死ねえ。16355ヘッショー。オッケー。で、ここに飛ばされたわけだけど、まだここで油断してはならない。魔王を倒したからといってここで油断してわーい来たーって飛びかかったら、そこで殺されるから、まずは周りをチェック。何もないな、何もないのを確認して、はい、クリアおめでとう。サルゲマプレイング、ノーヒントクリアおめでとう。あ、へえ、ちゃんとノーヒントでクリアしたことを褒めてくれるんだ。よかった、ノーヒントでクリアして。はい、ということでひよこは RPG でした。おそらく最初のひよこに話しかけて、なんか無慈悲に殺されたタイミングで9割の人は脱落すると思う。ただ俺ひねくれてるから、あの瞬間にこのゲーム最後まで実況して動画にしようって決めたから、あの瞬間にな。何よりこういう感じでなんかプレイヤーのことなめくさってくる感じのゲーム好きなのね、俺すげえ。理不尽と戦う現代人、大人になると正しいことだけじゃまかり通らない、間違ってるのに相手が間違ってるのに相手の方が正しいことになっちゃうみたいな理不尽も経験していかなきゃいけない、初めて就職して社会というものを知って理不尽な思いをしながらも、それでもこれが大人なんだな、こうやって世の中生きてくんだなって、そうやって世間の厳しさを噛みしめてた18のあの頃を思い出しました。はい、ということで、ひよこRPGでした。ありがとうございました。